11月に入って年末年始が見えてきましたけれども、ね、飯田さんにとっては年末年始鬼のように忙しい。忙しいです。もう季節労働者ですから、寒くなるともうとにかく連絡が増えるのと、占う数が増えるし。じゃあそれは大晦日とかお正月とかいうよりはその寒さで関係してるんですか。本当朝起きて気温が下がってると今日連絡多いなってすぐ分かりますので、占ってくださいもあるし、まあ、仕事のオファーもあるし、寒い時に忙しいんですよ。ずっとなんか連絡したりとか、午前中何もしないまま終わる時ありますよ。誰かのメールしてるとか、これをした方がいいですよみたいな、ずっとやってて一円にもならないのに午前中も終わってますでもそれが楽しいとね、飯田さんはよくおっしゃってるんですよね。まあ、ずっとやってますから、でもこの年末はそうだ、せこの10月、まあ、11月の10、まあ、今11月の11月12月とか、年末起きることが来年自分がどうなるかが分かるので、ここすごい大事なんですよ。個人でもこの話してなかったですね。毎年ですけども、この年末例えばこの時期に風邪ひいたら来年病気しやすいです。風邪とかこの年末11月12月がなんか出会い多いなと思ったら来年出会い増えます。大事ですね、11月12月。だ年末ね、年末をどう過ごすかが、来年はすごい見えてくるので、なんか例えば、まあ、地面にちゃんと仕事を取り組もう、今から気持ちを入れ替えたら来年仕事も良くなったりするんで、なんでここ2ヶ月は皆さんきっちり過ごして、だから大掃除しようとか色は意味あるんですけど、やれることはちょっとバタバタするかもしれませんが、来年の運気を自分で作るつもりで、出会い増やしてみようとか、恋人いなかったらじゃあ友達会いってみようとか、まあ、コロナがあるんでなかなか厳しいかもしれないけど、やり方絶対あると思いますから、そのを編み出してやってみてください。新年になった途端新規一点やりますっていう方はね、もしかしたら多いかもしれないんですけど、はい、ぜひ心がけてみてくださいね、はい、ラジオネーム笹さんです、はい。人生の転機について今やっていることを続けていいのかどうか、仕事をやりながら部活動の監督をしています。はい、日本一に届きそうで届かない、仕事か部活動か選ぶべきなのか、両立はこの先もできるのか、体調も心配なので私が今やっていることを続けていいのかお聞きしたいです。はい、ではお電話つながってますでしょうか。もしもし笹さん。あ、もしもし、笹です。どうもゲッターズ伊田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日でお願いしますので少々お待ちください。笹さん、よろしくお願いします。今おいくつでいらっしゃいますか。今39です。はい、39歳、ありがとうございます。今部活動の監督ということなんですが、こう、はい、どういったところの監督をされているんですか。そうですね、大学の部活動を見てまして、はい、そうなんですね、はい、仕事とは別で仕事をしながら、仕事終わった後に今部活を見るというような形になってるんですけれども。お仕事はちなみに何をされてるんですか。あ、そのまま大学で勤めてます。あ、そこのところで、はい、一緒にやってるんですね。そうですね、はい、そうですね。監督はどれくらいから始められたんですか。コーチとしては、23の時からなので16年ぐらい前からやって。結構長くされてるんですね。そうですね。でその時はアシスタントという立場 で、うん、でそこから独立というか独り立ちして監督になったのが6、7年前です。そうなんですね。じゃあ、まあ、6年くらい監督はされてるってことで。そうですね、はい。ちなみになんですが、ご結婚されてお子様もいらっしゃるんですかね。あ、はい、あ、そうですね、子供も2人います。あ、そうなんですね。やっぱりこれだけお忙しいと、はい、ご家族との時間って大変ですか。そうですね、仕事終わった後に部活なので、もう帰る頃にはもうほとんど寝てたりとか、あとは仕事休みの週末も家にいないことが多かったりとかするので、なかなかちょっと家族との時間っていうのが限られてるんですよね。そういったことの両立にやっぱり不安があるんですか。そうですね、まあ、やりがいはすごく感じているので、まあ、家族も応援はしてくれてるんですけれども、まあ、やはりちょっとこう家族との時間とかそういったものの、まあ、犠牲というかそういったものもちょっと大きいので、まあ、仕事をしながら、こうやって今のそういった部活動を教えてっていうところが今後も、まあ、日本一をちょっと目指して今やっているので、まあ、そこについては真剣に取り組んでやっているんですけれども、それがこう今後もできるのかなと思って。では笹さんを占いまして、はい、笹さんちがもともと理屈っぽいのと、
探究心、追求心あるのと情報収集とかいろいろデータとか調べたりとかするのも多分好きだと思いますが、確かに監督向きですよ、はい、お監督に向いてる。で、心がもう佐藤さん、心が18歳から全く成長してないので、テンションが学生というか大学生よりも若いぐらいですよ。ティーンなんですね。家の木とかね。ただ頭脳が60歳なので、なんか冷静とか昔から落ち着いてるみたいなところがあるので、はい、データの分析からこの好きなことを極めるに関してはもう本当に監督さんとか博士とか研究者とかにすごく向いてるので。あ、そうなんですね。いいと思います。で、話もそうですけど、あの全体的にもともとこの ベースがネガティブな星持ってるので、多分勝手にマイナスに考える癖がありまして、はい、でも家族でそんなそこまで揉めてないとか、仕事でなんかとか、特にトラブルが起きてないのに起きるんじゃないかっていう多分想像してるだけで、はい、全く意味がないです。心配する必要ないです。ことが起きてからさてどうしようぐらいの気持ちで、あ、そしたらあれですよ、佐藤さんがもしまいっかなんとかなるかっていうのをもっとチームにもその部活にも言っていくと、はい、家族にもそうですけど、はい、職場でもなんとかなります大丈夫ですよって言ったら運がどんどん良くなる星持ってるので、おお佐藤さん、なるほど、いけるいける、日本一になれるよとかって言った方がいいですよ。でも本当それを口に出していくってことですね。どんどん、あの人の欠点とマイナス点に目が行く星持ってるんですよ、はい、ここ要は完璧主義みたいな星なんですけど、はい、そうなるとどうしてもダメなとこを、まあ、ダメなとこもちろん鍛えたりするのも大事なんですが、いい部分を見ていいとこ伸ばしていこうとすると、はい、笹さん自体がより能力もアップしますし、周りの力を、はい、引き出せることができますので。ああ、なるほど。やるといいと思います。わかりました。ぜひぜひ。ありがとうございます。ちなみにあの家族、お子さんとか、あの奥様に対するプレゼン、あのいいものをあげるけどプレゼントセンスがないって星持ってますんで。そんな具体的な星あるんですか。あのあれあげたら意外といまいち喜ばねえなってことがあると思いますんで、いっぺん聞いた方がいいです。何が欲しいっつって。そうそうそう、あ、これが欲しい。心当たりあるので。なんかあげ、なんかあげたことあります？何あげました？いや、なんかこれ欲しいかなと思ってあげたものとか、子供はそんなにえみたいなところはちょっとあの、あったりはするので。プレゼントセンスがないと星生まれつき持ってる。そんな星だったんですね。あのいいもの 見分けるセンスはあるのに、あげるとなると、はい、ちょっと変わったもんあげちゃうのでこれ今後いっぺん聞くようにするとうまくいくと思います。じゃあ必ずあの上げる前に聞くように。聞いた方がいいけど。笹さん、あの監督にすごく向いているという飯田さんの強い言葉もありましたので、はい、これからも。心強いです。はい。で、以降ね、2022年から軌道に乗り始めた24年、26年、27年とかに優勝とか日本一になれる可能性ありますので、来年が一個起点としてどのぐらいまで伸ばすかが、その先が見えてくると思いますので。わ、はい、かりました。ね、ちょっと大変かもしれませんが頑張ってください。ぜひその結果とかもまたメールで送ってきてください。はい、ぜひこれからも聞きますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。いやー、すごい、日本一を目指す監督でもプレゼントセンスはちょっと、うん、別になくてもいいんですから。でもプレゼントセンスあった方が家族も喜びますから。そんな具体的な星あるんだってびっくりしちゃいましたよ。そうしてますよ。星って何だろうと、ね、つぶやきがあるんですけれども、なんとかの星っていうやつですか。はい、もうぶっちゃけます。そもそもで言ったら、うん、先生はデブですよっていうの失礼だから、はい、あなたにはデブの星がありますよって言うと意外とみんな飲み込むんですよ。あ、そっか、そういう星があるんだ。なるほど。あと不倫しますよって言うとやっぱ響きちょっと強いんで、はい、不倫する可能性のある星持ってます、不倫する星持ってますよって言うと、はい、実はしてるってこっち分かってんだけど、あ、そっか、星があるんだ、気をつけようってなる言葉のニュアンスとしてもともとつけてたで、はい、それ今最近他の人も言い始めてますけど、もともと濁すために使ってた。そうだったんですね。でも星があった方がいいです。星があった方が、ええ、まあ、あとそういう運命なものがありますよってことをどう言うのか、僕の言い換えで自分は発明したというか、僕は思いついてなんとかの星って言ってるんですよ。なるほど。だからそこに本来はあんま意味はないです。だ、天体のどれですか、知らない、その天の川のあの辺ですかみたいな、そういうのじゃないので本質をキャッチしていただくこと、言い換えてる、ぜひ参考になさってくださいね。まあ、まずはお子さんのお名前、命名についてもありましたね。はい、あまり考えすぎないで他を見て素直にピンときた名前が占い上でも一番いいですよと。そして恋愛、相性よりも愛情が大事、執着しすぎると失敗する、正義感は自分を苦しめる原因にもなる、そうですね、というね、正義感が一番、正義が一番悪ですから。
正義感を持ったら間違いですからね。そういうの学校で教えてくれないんだよな。今のですね、お電話の方、はい、ちかさんに対してもツイッターでもいろんな方がね感想をつぶやいてくださっていますが、そう、結構男が浮気する原因は、ね、その結構ガッとくる、そのちかさんは悪いと言いませんけど、その狙ってくる女性もいるから、それに負けちゃう男がいるから、じゃあ浮気が本当に悪いのかって言った時に、そうでもない、まあまあ、そう言ったら結局ダメなんですけど、でもね、そういう奪いたいぐらい魅力的な人もいますから、ね、この人の話をちょっと聞く耳があるとまた違う選択ができるかもしれない、ね、視野を広げてほしいですよね、はい、どうなんですか、この世の女性陣が信じる3回目のデートで告白されるんじゃないかというところ、でも正解なんですけどね、やっぱりそうなんですか。デート2回目3回目で何もなかったら大体もうダメです。へえ。1回目は様子見で、2回目、皆さん2回目頑張ってくださいね、うん、2回目気抜くと大体男女ともダメになるんで、1回目はどうもこういう感じでみたいな、ちょっと緊張もするけど、うん、はい、2回目ってちょっとリラックスしてるから、そうですよ、ね、あと前回の情報が入ってるから、うん、それを忘れてるとダメだし、同じミスする可能性もあるから、2回目でこう違うなってなったらパンって切られちゃうんで、うん、覚えておくこと大事ということでしたね。2回目ほどテンション上げてると多いです、そうしたらうまくいきますから頑張ってください、ね、こんな服着てたよねとか、そう前こんなこと言ってたよねとか、それで話を合わせてって、合うか合わないかを調整するのが2回目のデートなので、うん、2回目のデート楽しんだよな。何思い出してるんですか。確かに、すいません、急に思い出しちゃいました、はい。